住んでますよ。明日は、こ、う、え、うん。こんばんは。こんばんは。ね、1月末だ。ありがとうございました。2月よろしく。誕生日メール来た？ってことは誕生日ってことですかね。ゼロさん、おめでとう。1月末が誕生日ってこと。おめおめ。今暗闇の日ですよね。6周年、6周年いいね。私も暗闇聞いてから STU 好きになったんで、あの日から6年経ったんですね。あ、でも HKT さんも いや、HKT さん通ってて STU も好きだったって感じです。でも STU は、オーディションの時から見てたんですよ。だから、暗闇とか見てたし、レコード大賞もちゃんと見てましたよ。生放送で。あざとメール。2月もよろしくお願いします。めっちゃ可愛かった。そうなんだ。
サイアンきっかけ。ありがとうございます。高尾、指示、高尾さやか。あ、メール送りました。サイアンきっかけ、ありがとう。あざとメールが来てない？え？嘘。なんですと。迷惑メールに入ってませんか？ あ、全然迷惑メール そんな、そんな、嘘でしょ？嘘でしょ？辛いよ。つ らいよ、それ。センシティブではありませんよ。そう、今月すごいよ。マジか。ちょっと探してみてください。来なかったかと。気になった方、明日から おすすめです。肩出てるやつ、それですけど。それですよ。それです。え？そういう展開ね。月末にね、なんか送ってるんですよ。その月で一番 一番なんか送りにくい写真を送ってるんです。う。うん、そうだね。できるだけその月のだけど。
月末じゃなくても っていう声もありますね。月末じゃなくても送ってる説は、だいぶ前から、そういう口コミはあります。どうも。末が楽しみになるという声、嬉しいですに。今月は結構メール送りました。結構リアルタイムのことを言うことにちょっと変わったかな。飽きずに。見てくれたら嬉しいです。どうも。会社の人で中に「ハッシュタグ今日の格言」「ハッシュタグさや語録」を見てくださってる方がいたってこと。見せてくれたってこと？いろんな方にも響くってことですね。すごいぞ。いろんな方に響いている。こんなに
こんなに反響してもらえるとは思わなかったですね。最近や、なんか謎に漫画を 漫画をなんかアプリで。作り出したし。なんかアプリで、この時代になったら、なんかアプリで漫画作れるんじゃないかって思ったんですよ。だから、4コマ漫画から始めようと思って。けど、4コマが、なんか探したけど、もう見当たらなかったんで、なんか漫画しか作れんくてから。なんかね、4コマができなかったんですよね。だから、22、22にして。あ、でも私が作ったけど、なんか、あるんよね。いろいろ種類があって、顔の表情とか人間とか、なんか、背景とか、なんだ、俯瞰とか、なんか、ポーズとか、なんかね、いっぱいあって、選べる。でも結構難しい、あれ。こうしたいっていうのを見つけるまでに、ちょっとスマホだと、結構時間かかるんですよね。だけになんか、ちょっと途中まで作って気づいたけど、シーンとかって、なんだろう、一発、なんだろう、一発落書きじゃないけど、ポンって、なんかそれをちょっと変えるだけとか、もできる。なんか普通に、今日、その時、起きた出来事を、伝えようと思った時に文字でも伝えれるけど、なんか漫画にしたら面白いかなと漫画にしてみた。なんかね、タブレットがあったら自分でイラスト描いてできるんだけどね。でも今なくて、実家に持ってきてなくて。スマホじゃちょっと、ズームして書いたりとかせないかんかなーって。ちょっとめんどくさいだったんで。やってみた。続編があるか否かは。結構かかったよ、作るの。あれ意外と結構かかってるんですよ
ああ、慣れて30分くらいはかかりそう。慣れるまでがね。測ってないけど、結構かかった。本当に書いた方が早そうだね。でも、テンプレートがないから、知識がまだないから、その分ちょっとシンプルに。なりそうだけどね。メモみたいな感じでイラストで描いたら。早いけどね。落ち。4コマ。作れたらいいね。メモで作れたらいいけど。最近、年賀状で、に、イラスト描いてみて、なんか、タブレットで描いたんですけど、結構、これいいなと思ったんで、た、なんか描きたい。イラストを描ける人になりたい。あ、新しいキャラクター作り出して、連載にするか。二人おるよ。一人は一つはなんか、よく書く、よく書く、野菜教訓じゃなくて 野菜教訓はあれだけど、名前のない、名前がない子。あの子は結構使えそう。あとハートちゃんですね。
ハートちゃうな。みかん猫も喋らない設定だからな。ハートちゃん。じゃあ、ハートちゃんは、ハートちゃんを見たら、幸せになれるみたいな、迷信がある、っていう感じの、何しよう。ハートちゃん。いや、ハートちゃんもなんか、ちょっと喋らせたことは結構あるけど。名前のない、あれが。どうするかよ。もうちょっと作ろう。いや、無敗の最強くんは、あれは、だって、入手困難の、本当にあるかわからない。レアキャラなんで。ちょっとキャラクター増やすわ。辛辣なキャラクターと、なんかかわいそうなキャラクター作るわ。そうそう。でも、ちいかわって、あんなに、みんな可愛いけど、結構、ああ、ってなる、回もあるんですよ。あらららららって。なる回もあって、これどうなるんだって。なんかちょっとギュッてなる。サザエさんもあるっけ？サザエさん？胸がギュッてなるシーン。すみっこ暮らし。すごい平和そう。ハートちゃんの瀬戸内巡り。どんな？闇界。あたしんちか。あたしんち。なんかすごい見てた。
闇が あった。いや、でもドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか、ちょっとほんと、今この、なんか大人になってから、ちょっともう一回ちゃんと見たいよ。いや、この前、めっちゃ前、2、3年前かな。ももちゃんとさ、クレヨンしんちゃんのさ、映画見に行ったんだけど、めっちゃ泣いたもんね。泣いたよ。しんちゃんって。え、泣くよね。確かに、アニメだったら、最後なんか、こらーって言われる感じあるけど。映画になるとね、なんかちょっと違うんですよ。しんちゃん。ちょっと変わるよね。あれすごいよね。ジブリも変わるけどね。ジブリも、やっぱ、大人になっていくと、意味が分かってくるから、大抵。分かってくるから、また変わるんよ。見た時の感想が。映画はすごいな。そう、最近、だいぶ体調も良くなってきたから。映画館に行く元気もだいぶ取り戻したんで。そうそうそう。元気出てきた。カムイ見たいんだよね。カムイ。え、オキさんが好きなはず。オキさん見てるかな？ちょっと聞いてみよう。映画仲間。見たい、そう。そう。映画、今上映されてて、最近上映されて、見るために、漫画を見返してないんですよ。で、カムイさん名前カムイさん。10巻まで無料で読める。うわ、見たちょうどゴールデンカムイの話をしてるときに。ゴールデンカムイのカムイなんかな。え、今日まで無料？それはちょっと、あと1時間。
映画見よう。あ、そうね。そうね。途中。そうなんよね。無料って言っても、なんか、一話無料とかに、こう、切り替わる瞬間が多分、あるんよ。今日だけ0円みたいな。読んだことはありますね。読んだことはある。うん。一番は、やっぱ、ワンピースを、なんか、ほぼ全巻、読めたことが、結構嬉しかった。おととしが、なんかめっちゃ、無料の時あって。でも途中ね、さすがに眠くて。寝た時はあったけど。でも、確か、一昨年が、めっちゃ、移動時間が多くて、移動中に見てた。で、ワンピースも感動するから、新幹線の中で泣いてたもん。あ、なんか、ライブ配信してる。けにちょっとすっぽり抜けてるとこはある。間に合わんときあった。あ、アニメ無限ループ。すご。すご。なんか漫画見たいんだよな。海賊王は、まだ、今やってるよね。でも、新しい。今も、やってるよね。でまだ決まってないと思う。多分。まだ海賊王決まってない。あ、真っ最中。でも結構、真相まで来てるよね。結構もうルフィの真相までも知ってるもん。今、いろいろ起こりすぎて、バチャバチャしてるって。いろいろ起こってるイメージ。あ、クマね。クマはとんでもない。ヒロアカは、最初の方だけ見てたけど。フリーレンって、
アニメやってるよね。新しい仲間か。あ、よね。よく見る。え、そうなんや。新しいの始まりそう。でもフリーレンかわいい かわいいって。そう、漫画見てたんやけど、アニメでも見えるね。ヒロアカは今クライマックス。フリーザ？違いますね。全然違います。え？あ、ブルーロックは、ブルーロックは、一巻見た。めっちゃ面白そうと。孤独のグルメ？孤独のグルメやなんかもう、ドラマもあったし。時々言ったし、一人でご飯屋さん行ったら、これ孤独のグルメやなって思う時あるよ。心の中で、これは美味しい。これは美味しいとか、なんか言ってるから、孤独のグルメやって。既視感あるもんか、既視感。カチャカチャカチャっていう、なんかお皿洗ってる音とかさ。いらっしゃいませーとか。店員さんが言ってて、ドアがガラ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 って。ほんと、笑って感じよ。だよね。なんか、これ。これって、ってどうぞーって言われた。おー、来た来た。店入る前、今日は何の気分？何の気分？お、中華か。中華もいいな。昨日は、ハンバーガーを食べたしな。うまい？ うまいですか？りがとうございます。ありがとうございます。さやごろ。見てましたよ。見てましたよ。そう、ドラマも見るからね。
いろんなものにね、見てから感受性を高めてるんかもしれん。漫画読みたいなーってなったら、とりあえず漫画アプリ開いて、探しますね。話題豊富ですかね。どうやろう。ふん。どうだろうね。どうやろうか。ああ、転生。転生ね。いろいろと詳しくて、感心します。感心。ああ、ガンダムか。なんか、坂尾は活躍するみたいなやつかな。え、違いますか？ あ、ゴジラかす、すいません ゴジラの方だった。転生したら、なんか、いろいろあるよね。ゴジラは、結構効くね。え、そうなの？鬼太郎の映画。生まれる前。生まれる前のストーリーか。え、すごい。
目玉おやじ。鬼太郎めっちゃ前からあるよね。妖怪のアニメ。紙芝居。鳥取におる目玉親父。確かになんかすっごいなんか古い。なんだろうね。そんな物語だった。じゃあ、そんな前からやっぱ妖怪説はあったんですね。すごい。妖怪星になってる。あ、通りがあるんだ。めっちゃ怖いわ。妖怪怖いわ。妖怪怖いわ。のお化け屋敷。のお化け屋敷。お化け屋敷の怖いところってまず、屋敷のところ。お化け屋さんとかじゃないの。お化けの家とかじゃない。お化け屋敷ってのい。バイト お化けのバイト？お化けのバイト、バイトですか？
わからんけど。ちょっとわからんけど。なるほど。絶叫系もちょっと 絶叫系もちょっとな。ちょっとノーです。苦手。なんかだんだん苦手になってきたんよ。小さい頃は良かったけど、なんかこのなんか固定するやつが一回こなんかちょっとおかしくなったんですよ。それからなんか怖いっていうか、なんか頭が衝撃を受ける。なんか痛い。なんや、でもね、室内のジェットコースターは、結構好き。室内ジェットコースター、バイキングの バイキングの
一番怖いかも、あれ。でも、読売ランドの時は、なんか知らんけど全然怖くなかった。多分あれさ、場所があるんよ。大丈夫なとこと、大丈夫じゃないとこの場所がある。可能性ある。どこだったかな？どっかに座ったときに、なんか全然怖くなくて、逆に、あれ、なんでこんなに怖くないんだろうって言われた。なんかさ、ふわっとなる感覚あるやん。いや、多分一番端っこに座った気がするけどな。そう、無重力になる。端っこの端っこがいいかもしれん。端っこの端っこやったら、もしかしたら。遠心力があんまりこんかもしれん。なんでやろうな。え、でも意外と怖いの、あれよ。空中ブランコ。あれ、意外と怖い。ちょっと想像してしまうんよ、あれ。もしこれが壊れたらって。ちょっと想像してしまう。安全なのは、わかるけどね。壊れるの。ああ、安全ベルト、確かに。あれ、ロープですよね。なんかロープ、あ、ロープじゃないか？ブランコの、鎖か。どっちもあるか。あれ、なんかキュッてせんよね。そうそう。なんか、ジェットコースターもさ、トロッコが木とかやったら怖いっていうね。ガタガタの、ガタガタの木。ったら怖い。怖いらしい。
なんだっけな。そう。読売ランドのジェットコースターが、もう怖すぎてやばかった。怖いし、なんか、カメラ付きのね、ヘルメットをかぶってたんですよ。それもね、重くて。大変だった。多分、開始早々、ここまで行って、こうなった時に、わーってなった時に多分、こうなって、ヘルメットが、くってなって、前が見えん、みたいな。それ以来だ。それ以来だ。ユニバ行ったけど、絶叫系乗ってない。あれよね、ユニバ、ダイナソーみたいな。鳥になる気分になれるみたいな。あれ、一回なったことある。あれも怖かった。なんかね、空中に浮いとんのよ。出発するときから。足が。私が、そう、景色を楽しもうかなと思ってたの。でも景色見とる暇なかった。キャーとか言わん。もう無言で。無言で、こっち行ったら、こうなって。で、こっち行ったら、こうなって。こうか。遠心力に耐えるしかない。無言。キャーって言ったら、ストレス発散になりそう。
作ったら。あら。お化け屋敷とかでも、わーってされてさ、ギャーって言ったらさ、逆にびっくりしそう。そんなに そんなにって。よしってなるかな。ってなるんかな。怖いよね。ゴーカート、もう、全然、覚えてないな。小さい頃、乗った記憶はあるけど。結構、下手かも。マリカーもそんなに、うまくない。いつかは、車の自動運転になることを期待して、その頃には、乗ってるかもよ。何年後になるかな。運転できない。転できないですね。だから、なんか遠いとこ行っても、全然、
変わらない人ですよ。ずっと乗ってる人。なんか言うよね。え、なんか。ずっと助手席に乗るけど、しかも寝る。しかも寝たらなんかさ、ちょっと ダメみたいな言いますよね。しかも寝るんかい。私寝るわ、多分。いや、私多分寝るわ。全然、助手しない。いやか、体調によるかもね。体調。さっきの左。やだね。過ぎてから言う人ね。ああ、さっきの左やった。戻って。ちょっと嫌ですね。あれ？あ、ごめん、これ、2号店の方、見とったわ、みたいな。本当はこっちや、と。なるかもしれん。私に、頼らない方がいいかもしれん。え、出ていいんですか？喧嘩始まります。やだな。喧嘩したくないな。やだな。嫌よね。ピリッとするね。嫌だな。ピリッとしたくない。嫌 だよ。でもめっちゃ、そんなずっと助手席におって帰り寝るみたいな。大丈夫そうか。じゃあね、あれよ。私の取扱い説明としては、ご飯をいっぱい食べたら寝てしまうんで、多分、ちょっとだったら大丈夫だと。いっぱい食べたら、もう、なんか、何が何でも寝るんで。私の取扱い説明。何が何でも寝るか。
面白すぎる。じゃああれは、ずっと じゃあ、寝ませんけど、ずっと熱唱する。どうですか？寝はしないが、熱唱。最初は楽しい。最初、楽しいけど、途中から。途中から。白い。確かに何歌うかによるよね。なんか、もう、懐メロよ、懐メロ。懐メロ。夏メロの意外と皆さんあれですね、でも。許してくれそうですね。まあ、サーヤンなら、サーヤンならね。でもそんなサーヤンでもさ、最初はよくてもさ、常習化してきたらもう、今日もか、ってなりそうだね。この子、いつも いくらサーヤンでもね。ああ、面白すぎる。ちゃんと、あれだから、寝ようとしなくてないから。寝る体勢って寝ないからね。おもろいな。
スイッチはおもろいね。よいしょ。やでもすごいよ。運転できるのがすごいわ。ご飯。リエさん。ルーレンさん。自動運転。ニュース会になったら、ちょっと撮ろうかな。いつかな。自動運転の、なんかちゃんと講習ありそう。自動運転コース。鹿肉食べてないですよ。誕生変わったら山をと。うん。いつもありがとうございます。あ、終わった。マイセンタン、F 渋谷さん、コッペさん、ナナウさん、
のもびりさん、あおちゃん、りーさん、いぬちゃん、さとるんさん、ぶーちゃん、ふじぽんさん、きちねさん、かとむつりさん、ぎょうざぱんさん、かんてさん、りょうさん、にのまるさん、せいやんさん、おうさむさん、ふたてさま、ろくおんさん、たいわんのこうさん、みっちーさん、がっちゃん、おうにしくん、メガバイトちゃん、ゆうきさん、のりさん、ミッドナイトシュガーさん、YDO さん、とっとり太郎さん、まささん、Q さん、ひろとさん、ありがとう。明日、髪型どうするかな。あるぞ、10月。よいしょっと。明日は2月。そうだ。皆さんに話すことがあるんですよ。いや、明日。だよ。嬉しい。嬉しい、嬉しいこと。おいしい。公演終わった後。
そう。配信で言う。よろしく。来月もよろしくお願いします。あと2分。バイバーイ。またねー。バイバーイ。